リベンジさせてもらうよ。打たないのですか？高速の類は無駄だと思います。言ったでしょう、何人いても同じだと。テカスだ。手数があれば移動先を予測して追い詰められる。舐めやがって粘土楽天や。超能力者としての不足の段階で、あなたたちとは格が違うんですよ。悪いことは言わない。諦めた方がいい。誰がさっきのマンホールは聞いたよな。テルさん。ああ、事前に感知してない攻撃は効くのかも。追い詰められてるのは実はあっちの方に違いない。君は優秀だな。決めた。まずは君を徹底的に叩く。相手の動きを読めるのは便利かもしれないけど、あんたの動きも単調になるんだよ。能力に頼りすぎてる。やっぱり気がされた瞬間だ。ナイスだ弟くん。ご発明超滅飛行弾。